モーニングジャム。3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト、宮崎完熟マンゴー、太陽の卵 4L サイズ2玉1万5000円相当プレゼント。いやー、太陽の卵パワーですね。本当に毎日今までにないようなジャンルの、いや面白さはねもちろんのことながら今までも随分と面白かったんですが、はい、ちょっとタイプの違うものもガンガン入ってきたなっていうね。そうですか、はい、今日は大賞発表、はい、その前に今週のノミネート行くことにしましょう。まずは女性の方ですね。今年待望の女の子を出産しました。娘を産んでから私の CKB に大きな変化があったんです、うん、CKB とは何ぞや、うん、と思った方、ラジオで言っていいのかどうかわからなかったので乳首の頭文字を取って CKB と使わせていただきます。出産を経験した友達や姉妹が想像を絶する痛みと言っていただけに不安もあったんですが、分娩の時の痛みを和らげる呼吸法や CKB ケアなど私なりに少しでも痛みを和らげようと陣痛前に心の準備をしておりました。結果本当に信じられないぐらいの陣痛、分娩で命がけの出産でした。陣痛を男性の痛みに換算すると10分に1回5分に1回金の玉を殴られるような痛みだと言われているそうですそうなんですか。出産した後にすぐ CKB から母乳が出るかと思いきや、そんなことはなく2時間に1回授乳するんで CKB もヒリヒリ、 CKB ケアも必要で搾乳し、それから授乳、足りなければミルクを足す地獄でした。毎日洗濯バサミで挟まれているような痛みを抱えて、授乳やおむつ替えでほぼ睡眠が取れない状態が2ヶ月続いたんです。極限状態でもう母乳から完全にミルクに変えようかなと心が折れかけていたその日、授乳中に娘が むせることが多くって CKB から口を離したその瞬間、 CKB から水鉄砲のように噴水がピュー私は溢れ出る母乳をガーゼで押さえつつ自分の CKB を2度見、もうしんどすぎて諦めようかと思ってましたが、私の CKB も進化を遂げたようです。お母さんたちの笑顔の裏には、これだけ大変な思いをして過ごしていたなんて赤ちゃんを産まなければ知らなかった世界、頑張りますというねメッセージいただきました。本当ですね。まあだからね、その、うん、なんていうかね、2人目とかだったりとか、うん、ね、人によってもまたちょっと違ったりはするんだろうけれども、まあ、出やすかったりとか、うん、出にくかったりとかいろいろあったりするんでしょう、うん、本当に寝不足になるし痛いし苦しいし辛いんですけれども、可愛いっていうのが最後に来るんですよ ね、 ね、みんなやっぱりお母さん頑張ってますね。 CKB クレイジーケンバンド横山健さんもびっくりです。CKB って言われていいねっていいねCKB いいねって。そしたらね、 CKB のメッセージが別の方からもいただいたんです。そうなんですか。こちらですね、私福岡市に住んでいる男会社員38歳。お二人はコンプレックスってありますか。私実は CKB に生えた毛がコンプレックスなんです体毛は薄い方なんですが、なぜか CKB だけ力強い毛が生えてるんですよね。長さ 4,5 センチ体の中心に向かってヒョロ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 と。 CKB 本体は綺麗な豆 CKB なんですが、先日お風呂に入ろうと思って全裸になった時、鏡に映った姿を見てどうしても気になって思い切ってバリカンで刈ってみたところ、あら不思議、あれだけコンプレックスだった毛がなくなってすっきりしたんです、うん、もっと早く剃ればよかったとその時思いました。で数日後風呂に入ろうと全裸になったら、その姿を妻に見られて CKB の違和感に気づいたらしく、あれ剃ったの、いや前から気になっててさ、でもおかしくない、あなたの裸なんて私ぐらいしか見らんのに、もしかして浮気でもしてるとそんなわけないやろ、前から CKB の毛が気になってただけやん、もう知らん残された私は自問自答しました。ただ CKB の毛を剃っただけなのに、こんなことになるんだったら剃らなければよかった、
鏡に映った豆乳首が寂しそうにしてました。翌朝、妻の機嫌は不機嫌なまんま、この雰囲気を打破しないと、と私は、CKB の毛、剃ってごめん。でも、本当に浮気してないよ。私こそごめん、言い過ぎた。あなたが好きだから、浮気とか心配してしまうとよ。これからは私が CKB の毛、抜いてあげようか。仲直りしたかったんですけど、痛そうだし、でも仲直りのためには断れない雰囲気、その晩抜いてもらうことにしたんです。結果、ギャー痛すぎる。驚くほどの激痛。でもこれはこれで新しいプレーになるかも。もう何を聞かされたんですか。面白い。これね、同じ日にこういうのが届くっていうのがね、本当すごいですよ。すごいですね。やっぱね、神様が味方してます。本当ですね。それからね、これも良かったんだよな。ゆきこさん、4月12日から2泊3日で USJ ユニバーサルスタジオジャパンに行きました。行く前から準備万端。マリオが大好きな5歳の息子はマリオワールドの計画をしっかり練って、私は帰ってから楽ちんなように作り置きの食事を冷凍し、できる限り家事を終わらせて最高に楽しむ用意をしました。当日早朝6時18分の新幹線でいざ USJ。 楽しい、楽しすぎる。マリオかわいい。平日なのにすごい人人人。2日間朝から晩までしっかり USJ を楽しみました。で、3日目大阪レゴランドに。レゴ大好きな息子は大興奮。あっという間の2泊3日でした。新幹線で駅弁を食べて夜9時過ぎに我が家に到着。明日は幼稚園、早くお風呂に入って寝ようと思ったんですが、なんか臭い、家の中が臭い。え、3日間窓を閉めてたから匂いがこもったのか、洗濯の部屋干しの匂いか。旦那といろいろ話しながら窓を全開しました。でもまだ臭いね。とその時旦那が、はあ、冷蔵庫、え、あ、3日前家を出る時に旦那がブレーカーを落としておけば漏電の心配なくないと言われて、いいねと私が全てのブレーカーを落としたんです。バカ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 。そうです、冷蔵庫の電源も落ちてて、中身が全部腐っていたんです。しばらく呆然、なぜ気づかなかったのか。その後はゴミ袋に食材たちを泣く泣く入れてさよならしました。作り置きしてたのに、楽しかったのに、どっと疲れました。翌朝のご飯は白米とふりかけ。旅行にお金をかけたのに、冷蔵庫の中の食材を買うのにまたお金がかかりました。本当おバカです。ただ旅行中に冷蔵庫の電源が切れてることに気づかなくて本当によかった。そうよね、そこで気づいたら本当にもうね、楽しめないもんね。楽しめないもんね。皆さんも旅行に行くときはお気をつけください。あ、本当ですよ。それはそれは大変でした。あとはね、朝家を出ていた主人、ご主人が、すぐに電話かけてきて、うちの米びつあるって。米びつっていう、なんで駐車場にうちと同じ米びつが置きっぱなしになってる。もう米が大量に入ってるって。ミステリーですね。ミステリー、米びつミステリー。さあ、どれが良かったでしょう。 CKB のどっちにしましょうか。おもろいのはギャーですけどね。言いたかったですね。そうですね。じゃあギャーの方にしますか。はい。そうですね、ギャーの方にします。ねえ、もう子育て頑張ってる千春、難しいな、一個ずつできない。じゃあケツを取りましょう。はい、女性の CKB の人手を挙げて。男性の CKB の人ってどうなっとんだこの番組は。男性の CKB 大賞決定。おめでとうございます。表彰状 CKB 殿、
あなたの家族はこの度その面白さが認められ FM 福岡モーニングジャムおもろいクス大賞に決定いたしました。今後もその面白さをいかんなく発揮し日本と世界の平和に貢献してください。2023年5月12日 FM 福岡モーニングジャムおもろい家族委員会会長中島浩二、副会長今村敦子、副賞は久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト、宮崎のマンゴー太陽の卵2玉入りをプレゼントです。おめでとうございます。おめでとうございます。来週も同じ商品ですよ、お楽しみに。いやー、このね、完熟マンゴー太陽の卵我々もいただきましたがすごいです、はい、はい。期間限定で延長になったんだよ、ね、そうなんですよ、はい、あの好評につきちょっと延長させていただきます、はい、皆さん太陽の卵を目指して、はい、おもろい家族のメッセージ待ってます。